連合。ユグドラシルの完成は間近。一刻も早くオーディンを倒さねば。周りの幻影たちが厄介だ。このままではオーディンに近づけん。雪村たちはオーディンを目の前にして敵に阻まれているようじゃねえ。幻影はあの辺りから湧いているようだ。我らで幻影の元を立ち、超人たちを援護する。うひゃー、幻影どもがうよいよしとれ。歪みが進んどる証拠かな。しかも怪物たちまで我を失い暴れている。まず付近の敵を抑え込まねば。今オーディンに近づくにはゼウスの力がいる。そして倒すには腕輪の力が欠かせない。他の者たちが役目を果たせるよう幻影を片付けるには、見事な覚悟かよ。お主はチームの二律を天から授かったのだな。人は生を望む、ウヌは何を望む。オーディン、お立ちなさい。俺が出るか。なんと結界で行く手を阻まれているか。術者を撃ち道を開くのだ。刈り取ってやる。道は開かれた。みんな私に続け。どうやら幻の章を増やしておるのはあの怪物のようだね。あの怪物を全て倒せば幻影も消えるか。ならばホームランまで。今こそ攻め立ててやろう。今は引く。守るべき者のために。ウヌが武見事ぞ。幻影の数が減ってきたようだ。ああ、
人間たちが頑張ってくれているのだろう。この月影がお相手しましょう。俺が出る。神廟を落とす。ただそれだけのこと。お前が相手か。いいだろう。さらに研鑽を積まなくては。おう、見事の一言に尽きるな。お前がいれば勝利は疑いない。戦場で遅れを取るとはな。出番ですわ。おう、合流できるとは実に心強い。さっさとユグドラシルに近づきたいところだ。まずは付近の幻影をどうにかせねば。抑えきれません。次の輩も青い加熱が相手だ。抑えきれません。この世界の仲間も真田の槍で守り抜く。反軍長が刃を受けていただこう。世界を救うため必ずやオーディンを打ち果たさん。体が熱くなってきますわ。授かったのだな。私と戦いたいの。なるほど、仕方ないわね。俺が相手に。今かな。海の輩よ、ナオエカネツンが相手だ。
幻だと分かっていた。仲間を撃つのは辛いものだな。超撃てないそうですか。出番ですが、つい切っ先が鈍ります。俺が出る。獣の相手などうんざりですわ。よくやった。このまま行け。この戦場、俺が混沌に飲み込んでやる。信よ、お前こそ真の三国無双よ。憂いは立っておる。欲しいのかしら。嘘だ。打ち取りましたわ。俺が負けるなんて。見事な手際だった。そう言って。最強だと証明してやる。Yeah!
拙者、出直して参る。大したやつや。お前さんの力頼りにしとるで。今か。今か。この戦場、俺が混沌に飲み込んでやる。落とされたいのか。今か。歴史の押し踏んじまった。今か。もはや足踏みする理由もない。お前へ出るぞ。俺の傷、貴様に増やせるか。抑えきれませんね。その勢いに乗るのも一興だな。ここは私が止めてみせよう。すべもなく負けると。進んじゃおうかね。大切な人たちを守りたいから、ユグドラシルは私が壊します。さあ、俺の相手になってもらおうか。俺たちが決める番だ。いざ、ザムーキが相手となろう。やめろよ。機運を最後この相手もなかなかやる。お前と戦えるのが楽しみだ。筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。私たちの未来、私たちの力で守ってみせます消えた。これでもう我らの行く手を阻むものはない。雪村殿、今のうちにユグドラシルのもとへ。待て、この先には結界が張られている。術者を探し倒さねば先には進めんぞ。急がねば術がなってしまいます。ここは手分けして術者を探しましょう。ますます歪みが広がっている。いざ探し出そう。さて、出番かね。わしは向こうを探す。かっこいいとこ見せちゃうよ。わしはあちらへ向かおう。そんなら、わしは向こうを探しちゃるわ。よくやった。このまま行け。
ユグドラシルの力で守る。そこへ至る道のみ、ユグドラシルに介入する隙があればよい。結界が消えた。行けるところまでユグドラシルに近づくぞ。ここまで成長すれば十分よ。ドラシルよ。あと一歩で願いが叶う。術がなる瞬間、全力で奴をこの世界に縫い止める。それで復讐は終わりだ。終わりなんだ。さあ、すべてを我が手に。貴様！今よ！さあ、神を討ち、新たな物語を紡ぐのは人の役目だ。行け！人間の手でこの物語を終わらせるのだ。自分のしたことが分かっているのか。私にも正直分からないが、彼らの命をここで散らせるのは惜しい。人間謎にほだされるか。なら奴らと戦わせてくれよ。嫌というほどな。この私を裏切ってただで死ねると思うな。死してなお私のために戦うのだ。何を。許さぬぞ、私の邪魔をするなど。さあロキ、共に人間どもをいたぶるとしよう。ロキども、私はすでに死んでいる。今はオーディンの操り人形に過ぎない。私を裏切った罰だ。何度倒れるか、その体が使えなくなるまで人形として働け。私が倒れればオーディンは何度でも注ぐだろう。命なき者を操るほどの凄まじい力を。だから分かるか。オーディンを倒すために私を撃て。ロキ殿の言葉はつまり、
オーディンが力を送り込むその瞬間を狙えばいいと。亡き兵士たち、私のために今一度戦え。おお、見事の一言に尽きるな。お前がいれば勝利は疑いない。撃ち取った雪村、頼んだよ。かっこいいとこを見せちゃって。ロキ、お前の体はまだ掴めそう。朽ち果てはわ、私の盾として戦い続け。私が終わらせてやろう。あなたが私たちをここへ導いてくれたのです。私の願いはオーディンへの復讐。それを果たすのは私でも君たちでも構わない。信じて託してくださったということですね。そのご期待に必ずや応えてみせます。俺たちが決める番だ。求めていた力をようやく手に入れたのだ。私が滅びるはずがない。滅びるはずが。力があれば全てを意のままにできるというわけではない。黙れ、人間ごときに何がわかる。力を持たぬ者にこの恐怖がわかるものか。ロキと共に戦った日々、忘れはしません。あなたとはもっと違う形で会いたかった。そうだな、君たちと友情とやらを育むのも悪くなかった。ロキでは私全力で戦います。絶対に託された思いを叶えたいから。ロキさんの優しさ、私たくさん覚えています。だからこそ私の虜を荒らせます。ウヌガブ、見事ぞ。トム、お前を信じている。私たちは世界を救ってくれ。私が終わらせてやる。オールデン、お前は人間を甘く見すぎた。彼らの底知れぬ強さに気づかんとは。ゼウス、お前こそどうかしている。奴らの力ならビビたるもの、塵にも等しき存在よ。俺もそう思った。奴らは恐ろしいほどバカで面白い、信頼できる存在だ。今が。人間とはどこまでも愚かなもの。完璧な存在である我々になぜ立ち向かう。確かに人間は完璧ではない。だがそれは神も同じ。だからこそ互いに求め助け合うことができる。人は不可能を知らぬからこそ諦めずに戦える。限界を知らぬからこそ限界を超えた力を出せるんだ。バカ、この私。ああ、これでようやく終われる。やりましたわね。